今日なんですけど、こちらこんな緑のね豊かなところに来てます。まあ今日の格好を見ればね、分かると思うんですけど、ついにねラグビーを今日したいと思います。そしてね、今日めちゃくちゃもうビッグなゲストに来ていただいてまして、もうラグビー初お披露目なんですけど、もうね日本代表選手が今日来ております。というわけでちょっと来ていただきたいと思います。じゃあお願いします。よろしくお願いします。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 はい、ラグビー日本代表の藤田義和選手です。よろしくお願いします。いやー、もう彼はもう半端じゃないです。いやいや、もう一言で言うと半端じゃなくて、変な話、僕がもう高校1年2年の時に花園の見に行って、もうそこでスター選手だった選手なんで、もうラグビーやってる人からしたらマジでみたいな、そんな感じだった。いやマジマジみたいな感じの、でもみんな思ってると思うんで、はい、今日はそんな感じで、パスだったりとか、キック、タックル、タックル負けそうですけどね。いやちょっと僕胸張ってきます、しっかり。いやちょっと俺も今日見せ金じゃないっていうのを見せたいなと思ってるんで、はい、そんな感じで今日やって、まあちょっともしかしたら1対1とかもね、はい、もしかしたらお願いすると思うんですけど、そんな感じで今日はよろしくお願いします。というわけでね、今からランパス10年ぶりぐらいにやりたいと思います。これ贅沢だからね、マジですごいよ。普通にうまいっす。マジっすか。おお、ナイス。お願いします。投げるときに、はい、多分こうなんかこう、うん、腰がこうやって入ってるんで、まっすぐにして、はいはい、このままこう力が、はい、その筋肉の力がボールに伝わるように。なるほど。今ちょっとその腰がこうね、はあはあ、入れちゃって、はいはい、力が抜けちゃってるんで、はい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 、それがもう全部こう伝わるように。だからこうして、難しいな。 でも押し出す感じかな。ああ、はいはい。いいね、チーズ。じゃあこれでね、どれぐらい飛ばせるか。めっちゃ汗かいてるわ、今のランパスだけど。これどのぐらいですか、距離。これは多分 20m ぐらいなのかな。15-20ぐらいかな。ここは行きますよ。まあ、全部右で投げるけどね。これ何メートルぐらいですかね。30ぐらい。いけるかな。どうかな。全然いける。いけたな、一応。おお、すげえ。これは結構遠いですね。40ぐらいですかね。40あるかないかぐらいじゃないですか。40あるかないかぐらい。あー、でも飛ばないな、やっぱ。来ましたね。すごっ。なんか10年ぶりのラグビーはもう投げてるだけで楽しいですね。汗かくし、筋トレとは違った汗をかきますね。で、キック蹴ってもいいですか。 OK。 そうしたら大丈夫かな。もう一回ハイパンしてもらって取ったりますわ。来たね。あー、ダメですわ。いや、これね、意外と難しい。難しいですね。意外とこう、
競った方が上手い人っているんですよ。意外と体でやるより、はいはいはい、競ったら強い人です体頭当たったら多分強い人です、はい、あ、なるほど。相手がこう相手がいた方が本番に強いってやつですかね。そうですね、まあ本番に強いってことですね、はいはいはい、いやでも超楽しいっすわしかも汗がすごい。そしてこんな汗かくことないですもんね。あんまないですね。あ、なんか楽しいっすよ、もうすでにやばい。というわけで一旦ちょっと休憩します。はい、はい、続いてね、もうちょっとすでに息上がってるんですけど、まあ、せっかくなんで本場のタックルを受けようかなと思ってます。見せ金じゃないっていうのを、いや行きましょう。ちょっと証明できたらと思いますんで、ちょっと見てください。はいちょっと違う、どんな感じにやるかだけ。じゃあちょっと最初は倒すとかじゃなくて、はい、こうどれぐらいこうインパクトがあるのかっていうのをお互い確かめ合って。あ、分かりました分かりました。でそれで、まあ、最後そうですね、こう倒すところまで、はいはいはい、いけたらな。了解しました。でパスをちょっと出してもらって。久々すぎるんで僕がじゃあ最初する側でいいですか。いいっしょいいっしょ、 OK です。でも本当にじゃあこの踏み込みだけで、はいはい、いきます。じゃあいきますね。はい、はい、ナイス。あ、こういう感じですよ。はい、いやでもしっかり強いですね。いやっぱセンターやってただけあってちょっとねこういう感じですやっぱ。ナイス。うわ普通に強いわ。こういう感じですよ。しっかり当たる体。でもねちょっと今若干ビビってますこれだけでも。え、なんかね本当だったらもうこのまま行きたいんですけど、はい、ちょっと待っちゃってる、受け身になっちゃってる。マジになってきたよ。あ、いい、普通に強いやっぱいやでもね、この感じが超懐かしいですね。おお、でも全然強いわ。マジで。でもね、もうすでに頭ガンガンしてるからね、俺。なかなかないですもんね。ないですね。なんかどこに入った場合ってあります？ポイントは。なんか。あ、でも多分自分の入りやすいところで一番強い体勢で入れれば。あ、まあ、多分ここが一番強いんで、はい、ここにこう入れれば。こう刺さる感じで。はい。なるほど。もうこれだけでも楽しいよ、この練習だけど。どういうねだって今無理でしょ。ちょっと今ちょっとラグビーこういうの入ってくるんでね。確かに確かに。いやまあまあこっち行きますね。はい、ナイス。なんかマジで練習みたいになってる。いやでもこれ、いや結構ね僕求めてましたこれ。マジっすか。はい、嬉しいっす。おー、めっちゃいい。いや、楽しい。もうちょいなんか下に入りたくなって。普通にじゃあ倒してもらっていいですよ。あ、本当ですか。はい、ちょっとじゃあ、ちょっとね怪我しちゃうとあれなんですけど、ま、全然大丈夫です。じゃあ、いきます。はい、よし。ナイス。おー、いい。やばいやばい、この感覚がちょっとビビってますね、僕。え、大丈夫ですか、全然。ナイス。めちゃくちゃいい今、ええ、刺された完全にいやでもちょっとゲインやっぱされてますからね。いや、いや今のでゲインされてるって言ったらストイックすぎる、マジで。じゃちょっと交代してみます。はい、さっきみたいな、うん、当てる感じで。じゃあそうですね。はい、はい、ちょっと待ってやばいよしんどいいやでもこれ本当に強い人だとこの受けてる時この脳の後ろぐらいがこうツーンって抜ける感じがあるんですよ、めっちゃ強い人って。確かに。その時はめっちゃ痛いというか、なんか変な感じします、この辺が。いやちょっと違いますわやっぱ。怖い。やばい、今逃げちゃうなじゃ軽く倒していいですか。はい。大丈夫ですか。全然大丈夫です。あ、危ない。楽しい。ちょっと待ってちょっと一回休みましょう。一回水飲んでいいですか。一回水飲みましょう。いや、なんかねものすごいっすちょっとねきついっすよきついですか。いや楽しいですけどね、はいはい、まあ、でもちょっとねここで
もうちょっと気持ち強くガチでいきましょう。ガチな感じで。ちょっとじゃあ、いきます。いきます。いきます。大丈夫ですか。はい、はい、音聞こえましたか。待って、やっぱね、俺も今結構行ったんだけど、もう一発行きますか。もう一発行きます、うん、もう一発行きます、はい、うわ、さっき藤田選手が言ってたんですけど、もうここが今脳のこのポップがツーンっていう感じが今来ました。マジっすか。あ、これか。それなんですよ。 やばいわ、やっぱこれちょっと、うん、これがさ、もう日本代表のいやタックルですよ、皆さん。まだ肩痛いです。いや、ちょっとこれ、受けといた方がいいんじゃない、健太郎も。大丈夫。言葉出てないですもんね。いや、首振るだけっていう、出てないですね。いやー、でもこれはちょっといい経験をさせてもらったなっていう感じですね。1対1、はい、藤田選手とこんな贅沢な1対1をやります。最初僕オフェンスやるんで、ちょっと頑張って、ね、抜けるように頑張ります。はい、あー、いい。いや、もう反応振って相手をこう、なんていうんですか、こう弾く技も勝手に出てますもんね、ラグビーしてたら。おー、ナイス。どこまでいってる。ラスト、ラスト。おー、ナイス。次、僕がディフェンスで OK です。もうピカイチの瞬殺を。で、最初はちょっと出て、はい、やっぱ相手との間合いがあったらすごく難しいんで、最初はまず詰めて、バッと相手との感覚詰めて、はい、で、相手の動き見て、足動かして、どっちか判断。あー、OK です、ありがとうございます。というわけで、ちょっと今アドバイスいただいたんで、はい、おいおい。マジかよ、超ダサいやん今の抜かれ方。見事にしか取れちゃったし、さすが。やばいやばい、すいません、今のは完全に、はい、僕のマネージャーからの指示です。なるほど。いや、でも裏読まれた感じですね。あ、確かに完全に。いや、プロだわ、やっぱちょっと違いますね。じゃあラスト行きましょう。はい、お願いします。じゃあラストちょっと思いっきり止めてください。終わりました。ちょっとできるだけ頑張ります。おー、ナイスナイス、やっぱね、コンタクトのインパクトはめっちゃ強いっす。いや、楽しいっすね。めっちゃ疲れてるよね。いや、多分久々すぎて。これ10年ぶりのラグビー、やばい、やばいよね。すげえ楽しかったです。いや、こちらこそありがとうございます、はい、楽しかったです。でもわざわざこんなところでありがとうございました。全然ありがとうございます。次はトレーニングで、はい、トレーニングやりましょう。はい、はい、まあ、概要欄に貼っときますんで、トレーニングの動画もぜひチェックしてください。はい、というわけで、お願いします。はい、お願いします。というわけで、今日は本当に藤田選手の超豪華なラグビーセッション、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、では